セクシー女優の伊藤千奈美さんといえば、日本一可愛い裸の女子大生として人気を博していましたね。しかし、突如としてセクシー女優を引退し、現在消息不明ということで心配の声が上がっています。今回は、伊藤千奈美さんの生い立ちから現在に至るまでを紹介していきたいと思います。伊藤千奈美さんは、1996年12月1日に静岡県で誕生しました。幼い頃から運動神経抜群だった伊藤千奈美さんは、いつも女子と遊ばずに男子生徒と混ざって活発に遊んでいたそうです。そのためか、小学生の頃にフォークダンスをする際、男子側で踊って女子として扱われなかったそうで、その時から女の子として見られたいと思っていたそうです。大人にならなくてはと思ったこともあり、周りからの扱いが男の子のようだったため、余計にコンプレックスを感じたそうです。また、男子よりも背が高かったということもあり、フォークダンスで男子の列に並ばされたみたいですね。男子と踊るのに憧れていた、女の子に見られたいという思いは強くなります。伊藤千奈美さんは中学校に進学する際、イメージチェンジを図って女の子らしくしようと思い、動作や立ち振る舞いを変えたそうです。しかし、うまく男の子と付き合えなくなり、どんどん地味なタイプになっていきました。女の子として、男子たちにチヤホヤされたいという願望があった乙女な伊藤千奈美さん。人一倍女の子になりたいという願望が強く、男勝りな言動をやめました。そのまま高校生になっても地味だった伊藤千奈美さん。化粧禁止という厳しい校則だったため、余計に地味だったようですね。ですが、一度だけ机の中にラブレターが入っていたことがありました。そのラブレターには待ち合わせ場所が書かれていたのですが、気づいたのが翌日だったために、何も起こらなかったそうです。その後、高校3年生の時にアルバイト先で知り合った大学1年生の男性と、交際がスタートします。その時の彼氏が初体験のお相手でした。初めての経験の時は、あまりの恥ずかしさに枕で顔を隠し、とてもうぶだったそうです。伊藤千奈美さんは初彼氏ができて、美容ケアにも目覚めて脱毛するようになったそうですよ。高校卒業後、大学に進学した伊藤千奈美さん。ご自身では大学名を公表していませんが、武庫川女子大学の学生という情報がありました。この大学は、兵庫県西宮市にある女子大学で、関西では三金交流と同じランクの伝統的中堅私立大学だそうです。伊藤千奈美さんは成績優秀で、勉強もできる方だったのですね。そして、大学在学中の2015年に、街中でスカウトされてセクシー女優デビューとなります。翌年の2016年には、12本という多くの作品に出演しています。伊藤千奈美さんが幼稚園の時から父親が堂々と自宅のリビングでセクシービデオを見ていたので、そういった職業に偏見がなかったそうです。お父さんはセクシービデオをリビングで堂々と普通のテレビ番組を見ているかのような状態だったそうです。あまりにも性に対してオープンすぎたため、家族全員が同じ寝室で就寝しているのに、母親と行為に及んでいたこともあったとか、そして、伊藤千奈美さんは両親の行為中を目撃していますが、特にショックは受けなかったようです。デビューするや否やまたたく間に売れっ子になった伊藤千奈美さん。大手メーカーモーデイズの専属女優で、単体女優というトップ女優として活動します。単体女優の一本あたりの出演料は、100から300万円ですから、かなりの額を稼いでいることでしょう。伊藤千奈美さんはセクシービデオ以外にも、イメージビデオ4本、オリジナルビデオ3本、そして写真集も1冊出版しているため、かなり売れっ子だったようですね。そして、日本一可愛い裸の女子大生と言われ、グラビア特集が組まれました。さらに、その人気は日本のみならず、中国や香港にも多くのファンがいました。中国では伊藤千奈美と呼ばれ、その可愛さにアイドル的な人気を博していました。さらに、セクシービデオのみならず、主演映画、ミク、僕だけの妹が公開されています。妹に恋愛感情を抱いている中年男の悲哀を書いているエロチックドラマで、伊藤千奈美さんは優しくて可愛いパーフェクトな妹、ミク役を演じました。そんな伊藤千奈美さんは、2018年頃から実質の引退状態にあり、出演していたセクシービデオなども配信削除されています。
2018年8月30日には、突然公式ブログが閉鎖されてしまったのです。そして、2018年9月に出演予定だったイベントは軒並みキャンセルになり、伊藤千波さんの安否を心配する声が絶えませんでした。2018年12月には、発売予定だった新作が販売中止となり、引退説を決定づけることになってしまいます。これまでに、伊藤千波さんが事件に巻き込まれたり、病気になったというニュースはありません。そのため、結婚したという噂も流れました。また、パトロンができたのでセクシービデオに出演しなくても良くなったという説もありました。香港や台湾でも大人気だった伊藤千波さん。そのことから、中国のお金持ちに買われたのではと言われていました。そうなると、伊藤千波さんは現在、中国で優雅に暮らしているかもしれません。他にも、伊藤千波さんが突然引退したのは病気だったのではという説があります。とても有名で人気女優だったため、事務所のトラブルは考えにくく、移籍というのもあまり現実味がありません。そうすると、現在病気のために療養中というのもありえますね。さらには、とある高級風俗店に伊藤千波さんに似た嬢が働いている、という情報がありました。しかし、年齢的にガセであるという噂もありました。現在、オリジナルビデオ以外の全ての出演作品が配信停止状態で、電子書籍らも購入が不可能になっています。そのため、過去の姿も見ることができない、伝説の存在となってしまったようですね。今後伊藤千波さんの姿を見ることができないのは残念ですが、今もどこかで元気に暮らしていることを祈りつつ、今後ファンの前に姿を見せてくれることを願いたいですね。